吉川英治。三国史。水史の巻。史上を切る。一。漢中王の劉玄徳は、この春、建安二十五年をもって、ちょうど六十歳になった。義の曹操より六つ年下であった。 その曹操の死は、早くも生徒に聞こえ、他年の功績死を失った玄徳の胸中には、一末落拔の勘なきを得なかったろう。敵ながら惜しむべき巨人と、歴戦の過去を帰り見ると同時に、我もまた、人生六十例と、 やがては自分の上にも必然来たるべきものを着せずにいられなかったに違いない。歳を取ると気が短くなる。という人間の通遊性は大なり小なりそういう心理が無自覚に手伝ってくるせいもあろう。龍玄徳も多分に漏れず、自身の目の黒いうちに業を制し、 義を滅ぼして理想の実現を見ようとする気が、老来いよいよ急になっていた。折伏また義では、総妃が大いについて、朝廷をないがしろにする風は、ますます甚だしいと引き、玄徳はある日、生徒の一級に文部の信を集めて、大いに義の不動を鳴らし、 また先に失った関羽を惜しんで、まず後に向かって、関羽の仇を注ぎ、転じて溺れる義を一撃に打たんと思うが、なんジゃらの意見はいかに、と、衆議に諮った。人々の目は輝いた。今や諸君の国力も十分に回復し、平和は有事の日に備えて鍛錬怠りない。 それは、誰も依存なき意志を示している瞳であった。時に、了解が進んでいった。勘を敵に打たせたのは、味方の竜邦、猛達の二人でした。後に仇を報う前に、彼らのご処分を正さなければ、復讐戦の意義が薄れましょう玄徳は大きく頷いて、その義は我も一日も忘れずと言った。 そして、直ちに、劉鳳、猛達へ症状を発して初断戦と言を誓うと、孔明がそばにあって、いや、下級に症状を発せられては、必ず異変を生じましょう。まず、両名を、一軍の大衆に転放し、後、ゆるゆるおはかり遊ばすがよいかと思います。と、いさめた。 反乱の動機は常にそうした弾みから起こる。下にもと人々は孔明の名殺に感心した。ところがその日の軍心の中に法儀という者がいた。彼とモータスとは日頃から非常に親しかった。会議が終わると何か素足さと急いで下城したようだったが、 我が家へ帰るとすぐ所管をしたためて、君の命は危ない。天保のお沙汰が届いても油断するな。関羽の問題が再燃したのだ。と密報を出した。しかし、このミッションを持った使いの男は、南条門の外で馬長の部下の夜景兵に捕まってしまった。 馬長は手紙の内容を見て一挙したが、念のため法儀の家を訪れて、彼の様子を見届けることにした。何も感づかない法儀は、よく遊びに来てくれたと酒を出して引き留め、進行まで会員したが、そのうちに馬長の口に釣り込まれて、 もし、上用の毛達が旗揚げしたら、そっかも生徒から内容したまえ。不詳、法義にも十分賞賛はある。そっかのごとき大丈夫が、いつまでも六六、職門の番犬に甘んじてとるわけでもあるまいが。などと外然、協定の気を吐いてしまった。馬長は次の日、冠中王にまみえて、 宝儀の密書と共に前夜のことをことごとく告げた。玄徳は、直ちに宝儀の逮捕を命じ、極へ下して、なお、よるいを拷問にかけて調べた。宝儀は大いに後悔して、極中から介護の証を孔明へ送り、どうか助けてくれと、 彼の憐憫に訴えた。玄徳もその陳情を見て、軍師どうするか、と半ば心を動かされた風であるが、孔明は冷然と顔を振って、かかる口は狂人の玄と見ておかなければなりません。反骨ある者は一時恩を感じても、 後また必ず反骨を表しますから。と、かえって急に断を下し、その世、法儀に死を与えた。方儀が救されたことによって、遠隔の地にある毛達も、さてはと身に気球を感じ出した。彼にはもともと離反の心があったものと見え、 その部下、神ンと真義の兄弟は、義へ走れば、総比が重く用いてくれるに違いありませんと、主に投稿を進め、同じ城にいる竜邦にも告げず、わずか五六十騎を連れて、夜中、脱走してしまった。二、 劉頬は夜が明けてからモーの脱走を聞いたが、なお信じきれない顔して、彼の部下はそっくり残っているし、昨日も変わった様子はなかった。カリニエも出かけたのだろう。と、左右の真が不審な実証をあげても、まさか、とのみで悠々としていた。すると、 国境の作門から早打ちが飛んできた。約五十機ほどの少子が赤章を破って儀へ入ったという知らせである。さてはと慌てて兵馬を救護し、劉邦自身追っ手となって救追したが、時すでに遅しでなしく帰ってきた。なんだってもう立つわ。 この地位と軍隊を捨てて、義へ入国してしまったのだろう。まだ何も悟らない劉邦は、ただ彼の真珠をイブカルにどまっていたが、やがて生徒の九死は、冠中王の命をここに伝えて、猛達の半身は歴然なぜ教師して見ているか直ちに上用ベンチの兵を挙げて、彼の不義を鳴らし、彼の首を打ち取るべし と、定した。これは孔明の辛抱で、玄徳としては生徒の職軍を発して始末するつもりであったが、孔明はそれを上作でないとして、孟達の追悼を劉鳳に命じれば、その戦に勝っても敗れても、劉鳳は生徒へ帰ってくるしかないから、 その時に処断することが対外策としても最良の方法であると説いたのであった。一方、儀へ投稿したモ達は、葬妃の前に引かれて一応尋問を受けた。葬妃は内心この有力な大将の投稿は歓迎していたが、なお半信半疑を抱いて、 玄徳が特に何時を礼遇していたとは思われんが、一体何の理由で義へ来たか、と質問した。猛達はそれに答えて。関羽の軍が全滅にあった時、幕上へ救いに行かなかった天を、九州玄徳はあくまでせめてやみません。関羽を見殺しになしたるは猛達なりと、害意を抱いてよられるよし 生徒の頼りに知ったからです。ちょうど、上陽方面から急報が入った。流法が五万余の兵を要して国境を犯し、少々やぎ払いながら進行してくるという中心であった。総儀は、猛達を試すには適当な一戦と思ったので。上陽には、我が加工省や助行などがこもっているから、 決して不安はないが、試みに、そっか、まず同地の味方に加勢して、竜邦の首をこれへ持ってきたまえ。五辺をいかに待遇するかは、その上でまた考えるから。と、とりあえず、三騎乗司、剣武将軍の役に任じて、城陽へも向かせた。猛達が上陽へ着いたとき、 劉頬の軍勢はすでに郊外八十里まで来ていた。彼は一通の書簡をしたためて、軍師を仕立てて返事を求めて来いと、劉頬の陣へそれを持たせてやった。劉頬が受けてそれを開いてみると、次のような意味が友情的な軸を借りて書いてあった。 思うところあって、自分は義の真になった。君も義へ下って将来の風紀を約束してはどうか。君と冠中王とは、養夫子の間になっているが、もともと、君は落后氏の子である。粒氏の塔はすでに冠中王の実子が継ぐことになっている。 君も足元の明るいうちに、義へ移って、元の羅光子を起こすべきではないか。劉邦は読み終わると、すぐ引き裂いて捨てた。今日までは未だ、彼にいささかの遊戯を残していたが、こんな不中不幸を進める悪人とわかれば、帰って思い切りがよい 軍師の首をはねて直ちに兵を乗用城へ進めただが劉鳳の戦いはその日も次の日も敗北を招いた敵の陣頭にはいつも毛達が現れてしたたかに劉鳳を痛めつけたクアウルに乗用城には 義の優勝として聞こえの高い女皇がいるし、下皇将があるし、到底立ち打ちにはならなかった。惨敗を重ねた竜邦軍は、敵の三将に包囲されて、殲滅的な打撃に遭い、ついに上洋へ改装してきたが、そこもいつの間にか義軍に占領されているというような、 惨めなありさまであった彼はとうとう百余期の暫平を連れて生徒へ逃げ帰るのほか道がなくなってしまった孔明の先見は当たっていた三 劉鵬が破れて帰ってきたと自身から聞くと、玄徳は。道場へあげるな開下に留めておけと、寺社へ言いつけ、孔明と顔を見合わせてそっと探索した。彼は重い足を運んで、表の核へ臨み、開下にひて伏している容姿の劉鵬を、ジロと見ていた。 呪子、何の面目があって、ここへ帰ってきたか劉頬は、ようやく表を上げて。おじの気難を救わなかったのは、全く、私の意志ではなかったのです。その折、毛達が頑強に拒んだため、つい、彼の言葉に惹かれ、心にもなく、 自分も援軍に行かなかったのでと、そのことを言われぬ先に弁解しだした。玄徳は舞を怒らして、うるさいそのような言い訳を今更聞く耳は持たぬ措置も定めて、人の食うものを食い、人の着るものを着ている人間であろうに毛達の奇弁に同意し、ミスミス恩ある叔父を見殺しになすとは犬か畜生か 見下げ果てたやつではあるたてされ見るも怪我らわしいいよいよ激しく叱ったが、多年育てたことを思えば、史上はまた別と見える。目に涙をたたえ、表を横にしたきり、再び開花の子を制しなかった。まったく。 私の不憫です。いえ、大ち度でした。何とぞ、この度だけは、お許しくださいまし。この通りです。流頬は涙を流して、何十遍も額を血にすりつけていた。しかし、玄徳は横を向いたままである。自故を牧籍のごとく、 史上あだのごとく、じっと押さえていた。そのうちに劉邦は、わっと赤子のようにむせびないた。その声には、さすがの玄徳も胸をかきむしられた。ついに彼のいかれる眉は、自負の表に変わろうと仕掛けた。 すると、それまで口をつぐんで玄徳の様子を見ていた孔明は、目を持って、彼の崩れかかる頃をじっと支えた。意志の不足へ意志を補ったのである。玄徳は急に立って。武士どもこの樹脂を押し出して早く首を切れ 左右の芯へ言い捨てるや否、ほとんど逃げ込むように表を沈めて奥の一角へ隠れてしまった。閉じこもったまま彼は一人、超然と壁に対していた。すると、一名の老二郎が恐る恐るそれへ来て言うには、 流邦の君について、常陽の戦場から落ちてきた部下たちに、手前がいろいろ聞いてみますと、すでに流邦様には、常陽におられた時から、痛く善臂を食い、猛達が義へ走った後は、なおさら残機に耐えぬご様子であったそうです。そして常陽の人でも、 猛立から来た観光の書を引き破り、その軍師も即座に切って戦を進められたよしですから、もって、その後のご心中はよくわかりまする。なんとかご連瓶をたれたまわんことを、我々進化よりも切にお願い申し立てまつります さなきだに玄徳としては、助けたくてならなかったところである。彼は、誰かに、そう言ってもらいたいよりに、こういう言葉を聞いたので、おお、彼にも一辺の良心はあったか中高のなんたるかは、少しでもわきまえていたと見える。不憫な奴、殺すまでには及ぶまいマロブがごとく、老化入れた。そして急に、 除名を伝えようと、老次郎を走らせた。ところが、出会い頭に、数名の武士は、すでに流頬の首を切って、それへ持ってきた。玄徳は一目見るや、な、何、もはや残に処してしまったとか、割としたことが、 軽々しくも、光に任せて、ついに一人のここを死に至らしめてしまった。<laughs> 悲しいかな。と、記者のごとくつぶやいて、腰もつかないばかりに嘆いた。そこへ孔明が来て、嘆きやまぬ彼を一室へ抱き入れた。 そして、言葉静かに。お心持ちはよくわかります。孔明とて、墨籍ではありませんから。けれど、国家苦恩の刑を思うならば、一人の樹脂、何ぞ惜しむに足らんやです。これ式の悲しみにあって、たちまち凡夫に帰るようなことで、どうして太陽の元が立てられましょう。 女わらべの情です。自らのお涙を、自らお笑いなさい。あなたは、冠中王でいらせられますぞ。玄徳は頷いた。しかし、老齢六十の彼には、このことも、後の病の一因にはなった。